23時前には終わろう言うの忘れてた、可愛かった、ありがとう、嬉しい。絶対今日メール送りたいからちょっと待ってていいな。だから22時過ぎに終わりにする。22時、直前でいっか。うん、熱い。可愛かったですか？ありがとうございます改めてなんか文面で見ると恥ずかしいですね。私はお腹が空いてしまったのでスープを飲んでいます。今日の髪型の大きなリボン、あれかわいいよね、お気に入り。制服かわいかったし私服めっちゃ素敵でした、ありがとうございますよかった。制服はねルアーに借りたので、ルアーありがとう、ありがとうルアー。余韻で3日くらいは生きれそう。3日、短め。いや余韻にしては長いけど、それ以降何を糧にするって。あ、そう、ザスパー、はい、大月監督が続投です、契約更新です。よかったよかった、本当に監督さんは変わらないということでよかったですお笑いおしゃべり会お疲れ様、お疲れ様。モーロス早い、早いですね。はい来季も大期待です。選手の入れ替わりが激しそうですね。またし楽しい時間をありがとうございます。こちらこそ、あさってもオンラインなの。そうなんですよ、いいね、いっぱい会えるね、嬉しい。スープ飲んでる。今日もニヌちゃん可愛かった、ありがとうございます制服すごい漏れてましたね。おしゃべり会次があったら絶対来てください、楽しいですよ。そっか、言うこと飛んじゃったからね、今思い出したのかな。初めてだったけどすごく楽しかった、ありがとうございます、嬉しい。
ほぼ現役。もう卒業して1年弱経ちますよ。おしゃべり会お疲れ様。早くリリノちゃんに会いたい。私もね、レーン皆さんたくさん並んでくださって嬉しかったです。謝らないでごめんなさい。謝らないで。全然オフラインはね、生だからね、話題が飛んじゃうこともあります。もうそれよりも会いに来てくださったことに意味があるので。うん、今日ね本当に嬉しかった。ずっと喋ってた。嬉しかったです。ありがとうございます。そう、7部はね、もう当日券なかったよっていう声があって、って言って嬉しかった。おしゃべり会でも言ったけど26日もありがとうございます。その前にね、25日のオフラインが、あ、間違えちゃった、25日のオンラインがあるので、何しようかな。リリノちゃん、おにぎり食べる、懐かしい。もう懐かしい。オフでも緊張しなくなってきた。でも若干慣れ、なんか前ほどの緊張は私もない気がする。あと2回のオンラインだけですね。うん、全然。みんなきっと忙しいから、ありがとう。読んではいるけど、明日朝からお仕事になってしまったので余韻に浸りながら、気をつけて、また秋田まで気をつけて帰ってね。夜暗いし寒いし。並び具合は歌唱力5以上だったように。おお、本当に嬉しい。公園とかでリリノちゃんに会うたび緊張が増してきてる。会えるのがすごく嬉しい。ありがとう。そう言ってもらえると私も嬉しいです。みんなお仕事気を…あ、じゃあ頑張ってね。ひよたき…もう眠たくなる時間ですね。うん、もう今日意外と木曜日なんですよね。
早い。明日時鉄さんのスタンプラリー行ってらっしゃい。ありがとう。いやー意外と早いんです。そうだよね、明日お仕事だよね、みんなね。ビルノちゃんで人爆発いやー嬉しい。そうそう、そんな風に言っていただけるのは嬉しいですね。そう、曜日感覚わかる。私も土日だと思って過ごしてるもん。え、やばいね。明日24でしょ、25でしょ。やばいね、やばやばいね。来週で11月終わっちゃうね。リリノに会えるから祝日だったんだ、記念日じゃん。今日は勤労感謝の日らしいですよ。制服本当に可愛かった。え、本当に可愛かった。すごいタイプな制服で、ありがとうルアマジで。改めて、まあ過去全然自分の顔に自信なかった時期や、もちろんそうだったけど、最近嬉しいのが顔面顔面を褒められるってこんなに嬉しいんだって思いますね。最近そんなことないって今まではもちろん思ってたんですけど、そんなことないって言ったらみんなが褒めてくれるのを否定してるかって結論に陥って自信にしようって思ってね。だからそういろんな方に顔がって言ってもらえるのってすごい嬉しいなって思った。もちろん歌とかもそうなんだけど、なんか顔って変えられないしそう褒めてもらえるような顔に生まれてこれて幸せだなと思います。顔面めっちゃ好きです、ありがとうございますありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。もう両親が大喜びですお父さんお母さんありがとう。見てる？見てないよねメイクなんかね、でも冬だからね、ちょっと乾燥し始めてメイクがちょっと直で見られるとあれちょっとうんってなっちゃうけど、唐突なビデオレター。今日はなんかいろんな話題で話したな。そう、野球の話もしたし、サッカーの話もしたし、ハロプロさんの話もしたし、こう私の個人のことも話したし、好きな曲の話とかね、配信のことも話したし、なんか前よりまたより一層話題が増えたなぁと自分で思いました。歴史の話もしました。もう話題がね飽和状態ですだいぶあのおすすめのアニメ教えてくれる方とかもいたりして嬉しいですね。本当にお顔タイプなんです、ありがとう。こちらこそありがとうすっぴんなんてね、おやだもん、すっぴん見せたくないなんて思う日が来ると思ってなかったです。私はメイクしなかったぜなので、まさか私にもすっぴんを見せたくないと思う日が来るなんて。でもすっぴん見せたくないって本気で思ってる人はすっぴんで配信しないですだから、まあ、まあ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 
嬉しいですね。そう、笑顔とかも、笑顔に関してはね本当にね、私1年前の写真を最近遡っているんですけど、1年前の今日何してたんだろうみたいな、そういうことをしていると矯正してるんです。1年前ってまだ、まあ今も矯正中なんですけど、あの歯列矯正の器具がしっかり表にある状態なんですね。だから、あ、これ大きかったなって思った。マジ歯列矯正させてくれてありがとう父と母っていう感じです。そのおかげで私は思いっきり笑うことも思いっきり歌うこともできたし、そう、滑舌もね、まあいいかって言われたら微妙だけど、気兼ねなく笑えるようになりました、今は。でもね、やっぱ左右差はね、若干ね自分の中で分かれてるの左右差があるからね、たまにね口が閉じにくくて、そうってやっちゃうの、口を閉じるのにねこうやってやるんだけどね、こうやって閉じちゃうからね、ちょっと唇気持ち悪かったらごめんねよくやっちゃうんですよ。そう、こうやって閉じないと前歯がね恥ずかしい、こういうね恥ずかしいとかね、あのねマイナス部分は自分から言っていくとね別に気にならなくなるんですそう、矯正はマジでねさせてもらえて本当によかった。リーナの笑顔はメディアの方々もよく褒めて、あ、本当ですか、嬉しいおしゃべり会お疲れ様でした。練り直しやすがついてる、嬉しいですね、嬉しいですね。そう、時間もね、日を、そうなんですよ、そうなんです、めっちゃ時間かかるんです、まだ終わってないんですよ実は。あとね、どれぐらいかな、去年歌唱力決勝はつけてた歌唱力決勝つけてて、だから多分4月ぐらいかな、外れたのが5678910111、まだ全然だね。私は多分21歳で終わるのかな、うんうん、21歳で、はい、あの歯列矯正が完全に多分終わるのかな。ありがとうございます皆さん、嬉しいです、嬉しいです。そう、なんかずっとね私のことを応援してくださってる方とかは、こんなにリリノちゃんのレーンが並んでるこの景色がすごく自分にとっても嬉しいよって言ってくださる方もいてそう、歯列矯正、歯を動かすのにかかる時間は人によるんですね、まあ、1年半で終わる人もいるし、2年半3年かかる人もいるんですけど、それにプラスしてその綺麗になった歯の状態を固定する期間が2年間、だからそう2年以上絶対にかかるんです、そこは絶対だから。で、私は2年半かかったので、歯を動かしきるのに2年半プラス2年なので、まだ21歳になったらかな。でも矯正ってやっぱ100点満点って難しいんだって。まあ120点満点か、だから100点は100点なんだけど、120まではやっぱ難しいって言ってた。私もともと歯並びが悪いというか、あの刃糸切れば糸切ればみたいな感じで、こうドラキュラみたいなそう、極端に言ったらドラキュラみたいな歯並びしてたので、今は全然綺麗な方、
9歳から16歳、あのね年がねまだ小さいうちにねやるとね余計に時間かかるらしいよ。だから私は小学校の時にやろうと思ってたんだけど、結局今やっても大人になってまたやることになるっていうのが分かってから、あのもう歯が動かなくなってきた高校生で始めたので。だしちょうど高校生の時があのマスク生活だったので、完全に特に別に支障なく過ごしてましたね。笑い笑い、お話し会お疲れありがとう。え、そうだよ、このねここにいるね心の刃、尖ってる羽、これがもっとここら辺にいてキャってなってたのおしゃべり会お疲れ様でした、ありがとう。みんなもお仕事お疲れ様。今ね、あ、そう、昼間もねメジャーの話してたんだけどね、あの私アニメを見るとき基本的にがっつりもうアニメっていうよりはなんだっけ、何をしたんだっけ、あ、そう、流しっぱそうをするんですって言ってたんだけど、この前何のアニメの話した、この前はね、なんだろう、ダイヤのエースだっけ、あ、進撃の巨人じゃない？ダイヤのエース見て、あ、そう、ダイヤのエース見直してアクト2あそこで終わっちゃうんだって話して、で進撃の巨人全部見て、で今はまたメジャー見直してます、5から見直して今6のあの五郎くんがイップス完全に治りきってないプラスあれです、ギブソンがまた現役復活するやつところかな、うん、進撃の巨人おもろいけど長いし内容全部ちゃんと見ないと理解できないと思う、飛ばしたらねもう分かんなくなる、飛ばせない絶対。でも私みんなあの見終わりました進撃の巨人、めっちゃおもろかった、好き、はい、もう端的に言います、好き、本当に好き。でも最後なんかミカサの記憶の中でエレンと二人でいるのはあれは空想世界なのかな、あれがちょっと理解できなかったけど、アルミンかっこよってなりましたアルミンかっこいいし兄かわいいし、あの組み合わせありなんですかって思いましたけどね。推しキャラは別に、あー、まあ私は推しキャラっていうか、あのハンジさん、エルヴィン団長、リヴァイ兵士長の3人が好きですね、あそこの感じが。おしゃべり会に行けなかったのは残念だけど、可愛いリリノイキーに会えたから嬉しい、ありがとうね。そう、おしゃべり会ね、お休み入ったからといってアライヤキにね行ってくれて本当に嬉しい、ありがとう。ブルーロック店行ったの、どうだった、どんな感じなんだろう、行けそうにないんですけどね。進撃の巨人でもね見たら見たで面白いんだよね。あー、なんかリヴァイ兵士長がこう人気になる理由がすごいわかるというか、あとはね、結構私的にはピークさんが切り札だった気がする。ピークさんって信じていいのか信じちゃダメなのかあんまり判断しにくいタイプの人だと思うから、すごい翻弄されました、ピークさんの言うこと言動にすごいねそう、でも今はメジャーを見てます、はい、いい、てかね聞いてよ聞いてよ、ずっと聞いてると思うんだけどさ聞いてよ、6シーズンね、あの日本代表のやつが終わってメジャー
に本格的にってところのね、6シーズンのオープニングが心得なんですよね。なんですけど、あのオリジナル原曲の心得よりもこうアレンジしたバージョン、ギターじゃなくてドラムもなくてピアノみたいな感じの心得で、でもやっぱ私心得になるとさ飛ばせないんですよ、オープニング絶対見ちゃう、毎回毎回聞いちゃう、好きなんだよね。で歌詞聞いてまた泣きそうになってみたいな、本当に好き、歌詞が良すぎるんだよね。今日はありがとう、こちらこそありがとう、気をつけて安全運転で帰ってね何かね、でもサビももちろん好きなんだけど、涙のあのサビも好きなんだけど、そのサビの前がね特に好き、本当にねいいんですよ、もう本当に大好き、ありがとう、ありがとうございますって感じ。でもまた新たに何か 見たいなとも思ってるんですけど、何見ようかな、何がいいかな、候補はね、でも私好きな系統がスポーツ系か進撃の巨人系か鬼滅の刃系ああいう感じなんですよね。だからあ、ヒーローアカデミアは一応見てて、あとはあのなんだっけな、なんだっけ思い出せない、なんだっけ、あ、文豪見ようかなって、そういつも文豪見よう、文豪見ようって思ってるんだけど内容に追いつけなくてね、なかなか戸惑っちゃって、そう、お疲れ様、今日はありがとう、こちらこそありがとう、ヒロアカ見なきゃだよね、そう見なきゃなんですよ、見なきゃなの文豪見ようかなって思ってます、好きなのでああいう感じのやつは、でも内容むずい、マジ超能力みたいな、頭使う系はね難しいよね。じゃあなんだろうな、アニメでしょ、明後日のオンラインはサッカー帰りに参加する、おお。ぜひ、え、待って、明後日のオンラインってさまた78部かな、78部ですか、あ、東京グルはね見てましたよ、見てました見てました、いつの日からか夜ご飯の時思い出して気持ち悪くなって見なくなったでも漫画も読んでたしアニメも見てました、一期は見てましたね全部、あのね、シーズン1は見てたんですけど、東京グル2になってからはちょっと内容よく分かんなくなっちゃって逃げた。オンライン78部ありがとうございます、じゃあ78部、78部か、今日は行けなかったけど明後日は行きます、待ってます、ありがとうございます、
私勘違いしてたよ、2部3部だと。お洋服じゃあギリギリまで悩むね、お洋服は。クリスマスが近づいている。あーザ・フィフス完璧にできてないやも。頭歌い出しが得意なんで。白く光る雪薬指リング似合うと思ってた I need you 歌ってみたら歌えるかな。多分あそこができなかったんだよね。開かなくて歌う気ある。わあできる気しない。開かなくて繊細な雪でででででるる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 る。あ、その後思い出せないな。え、でも歌いたい。思い出せないけど歌いたい。飲まなくなった、ごめんなさい。やばい、思い出せない。なんだっけ、やばい。聞いておいて今日リベンジすればよかったじゃん絶対。はかなくて繊細な雪。失敗する前提で歌ったらあれかな。でもどうしても歌いたい。あと今日オフラインで会いに来てくださった方で、今日昼間に歌ったごめんねフィンガーズクロスと、あの君はスパークルを初めてこう配信で聞いてくださったんですけど、そう、それがすごい好きだったって言ってくれた方がいて、あ、じゃあ今日歌おうかなって言ったから、今日は君はスパークルは歌います。今日もですね。嬉しいです。なんか過去に歌った曲とかもこれ好きだったよって言ってくれたら全然歌う。確かに結構久しぶりか。なんか他にある浮かぶ曲、久しぶりで。なんだろう、何かあるかな。そう、ノイミーさんの曲。あ、皮が剥けた。あの、なんだっけ、ノイミーさんの曲とかあったっけ。歌ったことある曲をちょっと出してみるね。じゃあイコラムさんからいこう。あの子コンプレックス、ウォンチューウォンチューも歌った記憶ある。あとはこの空がトリガーと桜の咲く音がした、懐かしい。あとフィフスと、好きって言えなかったと、ずるいよずるいね、青春サブリミナル、手遅れ交渉、届いてラブユー。あ、届いてラブユーか、ウォンチューウォンチューじゃなかったかもしれん。
あと部活中、僕らの制服クリスマスかな。え、ちょっと待って、これ懐かしいね。桜の咲く音、春めっちゃ歌った記憶ある。歩いてる履き慣れないローファー、駅はもうすぐ、え、めっちゃ好き、歌いたい。ちょっと歌っていい？春じゃないけどちょっと歌おう。でもね、ちょっと記憶ないんだよね。記憶引っ張り出さないと。乃木坂さんはアウトオブザブルー、あ、アウトオブザブルー、でもこの間歌ったばっかりか。好きなんだけどね、めっちゃ。こう言ってアウトオブザブルーってやつね。あとはあー、ありがちな恋愛を歌えるようになりたいな。練習中です。はい、ね、歌ったことあるのは、今話したい誰かがいる、インフルエンサー、あとオフショアガール、オフショアガール、帰り道は、じゃあ歌ってないわ。これは考えないようにする。君はなじゃいけない人、あとガールズルールも歌ったことあるけど覚えてないな。ときっかけ、気づいたら片思い、君の名は希望、口ほどにもないキス、心にもないこと、ごめんねフィンガーズクロスと、あとはですね、ちょっと腕が疲れてきた制服のマネキン、せっかちなカタツムリ、あと黄昏はいつもも練習中です。井上凪ちゃんと遠藤さくらさんの曲かな。練習中です。あとはめっちゃあるね曲。何度目の青空か、逃げ水、裸足でサマー、バレッタ、パッションフルーツの食べ方くらいかな。他にあったかなそんなところな気がするんですけど、うん、それぐらいでね。ノイミーさんはね、君の音だったんだ、君はこの夏恋をする、君はスパークル、君系だね。チョコレートメランコリーも一回だけ歌ったことある。あとノットイコールミーも歌ったことある気がする。好きだぶわっと風が吹いた時だよね。あとはね、マホロバーステリスクも歌ったね。わあ、ステリスクもいいな。ときめきぶつかり星、そうだこの恋アステリスク歌いたいかも。この間覚えたばっかり。あとはどこだろう、あ、日向坂さんのアディショナルタイムは練習中で、日向坂さんはね少ないんです、まだ全然。私はキュンとそんなことないよぐらいじゃない、歌えるの本当に難しい。そんな感じですかね。はい、そんな感じです。あ、息をする心を歌いましたね。え、でも覚えてるかな。ズルズルいいよね、わかる。どうしよっかな。
さっき私が歌いたいって言ってたやつ覚えてた人いる？記憶消えるの一瞬すぎてお笑えるマジで一瞬で消えるんだよね記憶リップ塗り直したい。気づいたら片思い、いつの間にか好きだった、あなたを思うそのだ。あ、さっき歌いたいって言ったのは今日歌いたいって話、今から。人は生まれて何回の出会いが、歌えるかな。誕生日もクリスマスもバレンタイン、気づいたら両思いでしたね。じゃあ歌いたいと思ったの適当に歌っていこうかな。そうする、今日はそうするね。いつもそうなんだけどね、今日は時間があるから。よし。最悪5分残しすれば頑張ってメールはポンバーって高速で打つね。ちょっとギリギリまで配信したい。もうみんなも眠くなっちゃうから早くカラオケするね。でもカラオケ始めたら寝るかな、みんな寝ちゃうかな、 BGM みたいになって。何から歌いたいか、何から歌いますか。待って、え、うん、メールはね、今日のメールは速攻書きじゃない、そういうことではないよ。あのさっき言ったんですけど、もうね半分以上書いてあるんですからメールを絶対に、その書いてある途中のメールを絶対に送りたいから、11時より前には終わりにする。絶対お茶飲んでるの、お茶。何から歌おうかな。来てるとよし返信すると、嬉しい。でもここ最近はねちょっと忙しくて、23時、気づいたら23時過ぎてるか寝てるんです。はい、あ、なんかメール来なかったら、あ、寝たなって思ってください。君が好きだ、どうしても君が好きだのことかな。もうなんか、あああああああ、大丈夫かな。気づいたら片思い、歌えるか分かんないけど、とりあえずもう歌ってみる。今日はそのスタンスです。みんなよろしくね。まあいつもなんだけど。よし。歌えますように。
誰でもなぜかすれ違って傷ついて、絶対恋なんかするもんかとあれから決めていたのに、紹介された時に興味ないふりをして、不愛想だったのは自分を守るためだった。誕生日もクリスマスもバレンタインデーも、一人でも過ごせる強さをようやく身につけたはず。あなたがどこにいるか気になるし、電話かけて声を聞きたい。あんなに苦しくて辛い日々、涙だってもう枯れた今の私を気づいたら片思い、いつの間にか好きだった。あなたを思うその度なんだか切なくて、気づいたら片思い、認めたくはないけど強情になっている分心はもろいかも。友達の一人だと思い込もうとして、無理に普通でいようとしてたら余計にぎこちない。あなたを紹介してくれた彼女のことまで、近づく異性に嫉妬して呆れさせるでしょう。傷つかない唯一の方法は臆病でいることしかなくて、でも自分に嘘はつけない。人混みの中そうあなたを探していた。初めから分かってた、いつの日にか好きになる。あなたと目が合った時、本当は予感してた。初めから分かってた、特別な人だった。恋とは与えられるもの、決して抗えない。転調完全に忘れた選曲やばーい、喉が変だよ。私のねお気に入りのプロポリスのスプレー、ちょっとあれなんだけど、私こうやってやるの下手すぎて。で、私の変なスプレーの仕方見せていい？謎なんだけどさ、なんかこうやってやるとねこぼれるのね。だからねこうやってやるの。これは舌の上にスプレーするっていうよりは喉に直接ガーってやります。ぐわって。消えそうで、ダイナミック褒め言葉だよねきっとね、ありがとう
そうなんかね直接そう良くなれ良くなれ、これもお母さんからもらいました。歌唱力のね手前ぐらいでこれをねママからもらったんです。歌唱力あるから喉大事にしてって、これとマヌカハニーをママからもらいました。何歌おうかな、気づいたら片思い歌ったでしょ。私さっき何歌おうって言った、本当に記憶ないの、やめてほしい。かわいい優しいいっぱい伸ばし棒桜の咲く、あ、あれだ、褒め言葉です、ありがとう。咲くなん、あ、何度目の青空か、何度目の青空か、歌えるかな、どんなんだっけ平歌、ちょっとまあ歌ってみよう。久しぶりのリップグロスも歌いたいですね。ああと11月が終わる、11月のアンクレットを歌わねば。そうでした、ありがちな恋愛はね練習中なんです。あとアディショナルタイムも練習中。何度目の青空か皇帝とりあえずあの思い出せないけど歌ってみます。はい、あ庭の端で反射してた、誰かが閉め忘れた蛇口、大事なものがずっと流れ落ちてるようで、風に耳を塞いでた。僕の心の片隅にも出しっぱなしの何かがあるよ。このままじゃいけないとそう気づいていたのに、見ないふりをしていた。なんだってできる可能性、自由はそこにある。何度目の青空か数えてはいないだろう。日は沈みまた昇る、当たり前の毎日何か忘れてる。何度目の青空か青春を時には見上げてみよう。今の自分を無駄にするなって思い出せない、なんだっけ。走る水しぶき、与えられた命は手のひらに重たかった。つもりと頭の中で思って短い何度目の青空か数えてはいないだろう。日は沈みまた昇る、当たり前の毎日何か忘れてる。何度目の青空か青春を見逃すな。夢中にいてても時には見上げてみよう。今の自分を歌詞は表示されてるから分かるんだけど、どういうリズム感、ノーなのかノーなのか、
って分かんない、何これ、こんな忘れてると思わなかった。ルルル、見上げてみよう今の自分を無駄にするなだったのかな、するな。いや、なんか本当にね、驚くほど歌詞じゃない、音程が思い出せなくてごめんなさい、切っちゃった。なんかえ、ごめん、私が故意的に切ったんですけど本当に思い出せない。なんかね、いつもね、あの歌詞が心配でね、あのどもって、あそう、歌詞が心配でどもって歌えないんじゃなくて、歌詞は分かってるんだけど頭の中なのか頭の中なのかみたいな、この伸ばすところが分かんなくて、こうあの追っかけながら歌っちゃうの、ごめんみんな、ごめん。なんかまあ今日のやり方だとこういうこともあるよね、すいません、ごめんなさい。思い出さなきゃ。どんなだったんだっけ。何度目の歌詞、歌詞は忘れてないんだってば、歌詞のリズムが知りたいの私は。なんかね、伸ばすところってあるんだよ、一つのこうワンフレーズを歌うのに。なんか誰、例えばね、君が好きだっていう歌詞だったとするじゃん、なんかなんていうの、どこで言ったらいいんだろうなんかめっちゃ説明したいこれ、この現象。なんかあ、さっきのね、さっきの一番最初の歌い出しだとしたらさ、校庭の端で反射してただったけど、例えばもしかしたら校庭の端でみたいな、なんか全然違うあのあれをね歌ったりしちゃうと怖くて、怖いよわあって泣いちゃう。ちょっと次チャレンジさせて、もうこれは今日はどんどん歌わないと、はい頑張ろうでも次もね、ちょっと覚えてるかな、歌ってみるけど同じことになったらすいません。あ、そう、音程が怪しい、それ楽譜見で、うん、楽譜見たら歌える、それはね大丈夫、拍まで書いてあるから楽譜は。歩いてる履き慣れないローファー、駅はもうすぐ、もうやっと少しだけ覚えてきた、朝は三両目がなんとなく、ちょっと待って待って、一人外を眺め立っている、重たそうにかけてるエナメルバッグ、目と目が合った時気まずくなったんだ、見てない携帯スクロール、桜咲く音が日常すべてを彩り、景色を変える、見たことのないハートの震え、電車の揺れがごまかしてくれたんだ、春の空はね雲がそう広がり、青を隠す明日の次の、そのもっと先で青空見えたら、同じ制服着てるけれど何も知らない、先輩なのか同級生なのかヒントはないのにもっと考えてしまう、クラスの女子に人気、ヘアオイルいつもより温度高め、ストレートドア
が開いたら今日もいるのかな、誰も知らない待ち合わせ、ずっと不思議だった、みんなは知ってて私は知らないの、突然ない街でした、それはそれは眩しくて綺麗でした、パステルでビビッドな初めてのこの気持ちはきっとめっちゃ早口心の底から惹かれる特別な人、君に出会ってやっと気づいたよ、開いた桜には恋と名前を付けよう、好きになったんだ、好きが咲いたんだ、そんでは日常すべてを彩り、景色を変える、見たことのないハートの風、君にも聞こえたらいいな、日差しが二人を包んで抱きしめた、喉がしっかりなってしまった。ありがとうございますありがとうございます。君はスパークル最後にしてもう一曲ぐらい歌えなかった。48あ、十年桜歌う前にね、一回歌ってからね、あれ以来歌ってないんです。多分1ヶ月前ぐらいに歌ったのかな、わかんないけどよし、もう気分で勝手に決めた。お、一番好きな曲、嬉しい。
できたできたできた。よし、このまま君はスパークル歌ってランキング読んで終わりにします。そしてメールを絶対に送ります。はい、まだ写真選んでないや。何送ろうかな。よし、あ、歌い出し大事。歌ってる君が綺麗、ちょっと泣いた。縮まることのない距離が眩しかった。どんな曲聴いても、ひとざと聴いても、どうしても僕は君がいいな。今日を待っていたよ、だって会いたかったね。ざわざわしたホールでさ、君を思った。ただ広いこの空間で星に混じって、ああ、君はどんな気持ちで空になるのか教えてよ。君がスパークルだから僕を苦しめる。好きとか恋とかファンだとかそういうんじゃないんだ。君がスパークルだから僕は生きてゆける。ああ、なんかもう憧れの人だよ。今日の夜空の星、僕みたいで嫌だな。そんな光方何も見えないよ。ハートは黒ずんで君しか磨けないね。電車でぎゅうぎゅう揺られ君を思う。あの広い空から僕はどう見えた。今日の帰り道はいつもよりもちょっと苦しかった。僕しかわからない、だから誰も触れないで。人が思うよりも深くて重い海を泳いでる。僕しかわからない、だから孤独でいてほしい。空がこのまま飲み込んでくれたら。きっとこんな人だとか作り上げられてる。君はずっとずっと繊細で、もっと複雑な人だから。君はスパークルなんだ、僕を苦しめる。この世で一番君のこと思っているのにな。追いつこうとしても遠くなるばかりで、ああ、なんかもう僕の全てなんだ。夜が明けてきた。今何をしてるの？どこかで歌っていて。スパーク。
オッケー。ねえ、勝手にランキング読んだ。もう一回読む。ごめん。勝手にランキング読んだ。ごめん。ごめんね。読みますね。大丈夫だよね。よし。もう聞こえてるよね。うん、聞こえてるはず。読みます。13位、みーさん。12位、たべねこさん。11位、ゆきりん553。10位、新潟かずさん。9位、くすんだねこさん。8位、たむひろさん。7位、きーちゃん。6位、うっちーさん。5位、うさこさん。4位、とうふやまっちーさん。3位、かつやさん。2位、きんどうさん。1位、ともだちやんさんです。ありがとうございます。おー、ごめんね。私、なんか、ミュートにしてた。びっくりした。ありがとうございました。みんな、本当に今日はありがとう。ありがとうございました。で、ダッシュで切ってメール送るので、間に合うかな間に合うかな間に合うかな、ちょっと短かったら明日送るね。ごめん、ありがとうございました。ありがとう。1、2、3、 OK。 おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみー。